皆さんこんばんは、小川でございます。木本でございます。今日はですね、諸台島から31年ぶりに台湾にお帰りになりました中村輝夫さんにご出演いただきまして、フィルムを交えながら台湾との二元中継で放送したいと思います。で、今日は東京のスタジオに2人お客様がお見えでいらっしゃいます。ブラジルからお帰りになっていらっしゃいました小野田博夫さんと、元諸台島第二遊撃隊隊長の川島武信さんでいらっしゃいます。台湾と東京を結びながらいろいろとお話を伺う予定でございます。では早速中村さんに近況を聞いてみることにいたします。はい、こちらは台東にございます仮設スタジオなんですけれども、中村さん先ほどからそちらの東京の声を一生懸命聞いておられます。中村さん、今朝は何時に起きました？4時頃起きました。4時ですか、はい、この辺は日が長いですけどまだ暗いでしょう。4時ですと。そうですよ、ね、真っ暗じゃありませんか？真っ暗だけど、うん、起きる時が来たら起きるんで。自然に起きちゃう、はい、夜は何時頃寝るんです？10時頃寝るんで。あんまり寝る時間長くありませんね、はい、今朝は何を朝ごはん食べました？まあ、もう今日食べましょう。やっぱり飯を食べてるんで。飯が美味しいですか、やっぱり。はい、ジャングルでは全然食べられませんでしたもんね、はい、うん、またこの台東のお米ってのは美味しいですよね、はい、うん、ご飯どんどん食べてますか、はい、毎日、はい、ジャングルでは一日何回食事？一日は2回の食事だ。2回の食事だった、はい、こちらでは3回食べますか、はい、それで顔色も良くなっちゃったんですね。では中村さんが台湾にお帰りになりましてからの経過をフィルムで一つご覧いただこうかと思います。諸台島生き残りの元日本兵中村輝夫さんが故国台湾に第一歩を記した。妻と息子に対面。昨日奥さんに会われてどんな感じでしたか？そりゃ嬉しいんだよ。今まで32人の間お世話におねんだろう。それが懐かしかったんだよ。奥さん、どんな気持ちですか？いい気持ちですよ。嬉しいですよ。妻の蘭英さんは言った。夕べは蛇に噛まれなかったか、病気しなかったかといろいろ聞いたので、しまいにはお前黙れと夫に怒鳴られました。でも私は嬉しかったから構わずにまた聞きました。ふるさとの空港にはかつての戦友が迎えに来ていた。ソンニョン、俺だ、覚えているか？ほら、諸台で一緒に戦ったアクロだよ。だが中村さんはなかなか思い出せない。はい、変わらぬ高砂の山々、そして海、懐かしいふるさと。ところがこの美しい風景の中で突然何かが起こった。妻の再婚を知った中村さんが車の中で暴れ出したのだ。後日、妻の蘭英さんの話によると、突然中村さんが聞いたという。あんた男をもらったのは本当か？父ちゃん、そういうこともあったけど気にしないでくれ。それいけない。どうして男をもらったのか？だってあんた戦争で死んだという知らせ来た。私10年間待った。でも男いなかったら誰が田んぼや水牛の世話するか。いけない、いけないよ。
中村さんはそう叫ぶといきなり持っていた土産物を放り出し立ち上がった。降りる、降ろしてくれ。人々の止めるのも跳ね飛ばし運転手の肩を揺さぶった。まるで狂った山豚のようだったという。中村さんは村中の歓迎行事をすっぽかして姉のいる隣村へと急いだ。二人の姉に腕を取られて親戚の内田家に入る中村さん。この時初めて中村さんの目に光るものが浮かんだ。それは単に31年ぶりの肉親との対面の涙ではなかった。もっと深い彼の体の奥底から突き上げてくる悲しみの涙だったに違いない。蘭英さんは一言だけつぶやいた。あの人が狂ったのは私のせいだ。再婚した私が悪かったのだと。息子は言った。さあお母さん元気を出して僕たちの言い分も聞いてもらおう。閉ざされた家、村の長老たちを交えた親族会議が始まったのだ。北限村から車でさらに30分も入った山あいの村落高原、そこに蘭英さんの家がある。この日そこには人影がなかった。ただ一人蘭英さんの第二の夫黄金木さんの姿だけがあった。彼はこの日ただひたすら待ち続けていた。中村が帰ってきたら一言ご苦労さんでしたと握手をしてからわしは身を引くのだと彼は言った。この家に入り婿して21年、彼は黙々として働き財産を倍に増やした。しかし第一の夫が帰ってきた今自分が身を引くのは当然のことなのだと彼は決心していた。長い親族会議の後の即席の歓迎会、親子三人手を取り合って踊る豊作の踊り、長老たちの計らいだ。裸だったよ。ああ、そうかね、はい、あのね、はい、あちらの蚊とあの台湾の蚊と同じくない。その夜諸体生き残りの戦友と話の弾む中村さん。本当に恐ろしい蚊だ、はい、そうですか、よく生きて帰ってきた。おめでとうございます。30年の間いつ頃までまだ着物があったんですか？30年の間は1年前もう着物はなくなったんだ。1年の間着物はなくなった、はい、でそれからずっと裸で裸で、あ、金玉一本垂らしたんだ。あ、であんた捕まった時にはパンツも何もなかった。なかったよ。だから金玉こう持ったんだ。あ、そうですか。そうですか。本当は私たちは玉砕するとこだったけど
アメリカ人は上がってこないで私たち助かって逃げていったものが玉砕したんです、うん、ええ、だから私たちは幸運で、しかし蘭英さんは一人取り残されていた。昼間手を取り合って踊ったのは束の間の幸せだったのか。その夜、かつての妻と夫は雑魚の人々に混じって離れ離れの一夜を過ごした。中村さんの食欲は極めて旺盛だ。まるで30年間のモロタイでの飢餓感を一気に埋め尽くそうとでもするかのようだ。モロタイでは塩がなかったことが最もつらかったという。そして食うことと眠ることが生活のすべてであった。まさに野生そのものに帰っていたに違いない。息子は母親に言った。お父さんに母ちゃんと一緒に暮らしてくれって何度も言ったけど、今の父さんは山豚と同じだ。牛を1年間山に放っておけば野生に戻ってしまう。ちょうどそんな状態だ。ちっとも人の言うことなんか聞いてくれない。しばらく気持ちが静まるまで待つしかないんだ。息子はそう言って母を慰めた。村人たちの好奇の目が蘭英さんに集まる。その視線はどちらかといえば冷たい。かつて高砂族に君臨していたピューマ族が歓迎に駆けつけてくれた。ピューマ族から礼をかけられ冠を受けるとは最高の名誉だ。台湾の人口1500万というけど、私たちの人口は20万しかない。20万の中にアミ族あり、ピューマ族あり、ブヌン族あり、タヤル族あり、チョール族がある。それぞれ、習慣も言葉も違うので、とかくすると、いや、あれは同じ三宝でも私の仲間じゃないといったような気持ちを持つ者がおるが、そうではなくて我々はね、みんな兄弟です。お互いに結婚して、お互いに一緒にならないといけない。あんたきささやいまきてあんたかさいまやいぽわりあんたおかさやいま。中村さんは大正8年生まれ、7人兄弟の末っ子だ。子供の時は無口でおとなしい方だったが、運動神経は発達していたらしく、相撲が強く、野球はキャッチャーだった。成果は経済的には下のクラスで、4年生の工学校を卒業した後は農事試験場の給仕をしたり、キャッサバのでんぷん工場の工員などをして家計を助けていた。20歳の時、蘭英さんの家へ入り婿し、兵隊に志願するまでの4年間農業を営みつつ平和な家庭生活を送った。しこいしけんじゃぬやなきいぎなさくさしのびあいみごろせんじょくあのむさしののあきらたんさのなみたあみ広い東京公
しまい、あたなとしまうたりがしる。ちゃつておとちりきおておんげて、つげんのてぱとのやねのおえ。はい、まだありますよ。まだ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 、お立ちください。はい、まだまだまだ。ラジオはごめんあらずがりすじゃない。はい、じゃあ、まだまだ。ラジオはごめんあらずがり。いよいよ全員による豊作の踊りが始まり、歓迎行事は最高潮に達していた。村の長老高山栄さんは蘭栄さんの姿を見るに見かねて、中村さんと仲直りさせる機会を伺っていた。突然高山栄さんが蘭栄さんの手を中村さんの手に重ねた。ところが中村さんはそれをパッと払いのけた。何するかこんなやつ。罵声が中村さんの口をついて出た。ついに蘭栄さんは中村さんのいるトレキ村を去った。早漏とした足取りは30キロ余り山奥の自分の家へと向かった。この夜蘭栄さんの姿が一時行方不明となった。みんなで探すと、彼女はサトウキビ畑の陰にうずくまっていた。そんなところでどうしたんだと聞くと、一言、死にたいと口走ったという。法律用としてね、現在心配した村の長老たちが彼女の家に集まった。県会議員のラマンプクさん、死亡という宣告を受けなかった。そして記事団の方は確かにボツと書いてあるでしょ。ボツ。ボツね。ところが今現在においてはね、生き返ったという場合になるが、先に中村さんが言った通り、戸籍を申請して復旧したのが夫と妻の記事団のね、そのまま回復になる。回復できる。そこ衣と財産は元通り。財産問題に対して要求したのに、本当か向こうか分かった場合、ん、長老たちは失踪した夫が帰ってきた場合、当然以前の夫婦関係および財産権がよみがえる。だからもし高金木さんが何がしかの財産をくれと蘭栄さんに迫れば、必ず中村さんとの間に摩擦が起きる。いずれにしても財産権をめぐって裁判沙汰を起こせば、いろいろ面倒なことが出てくるだろう。だからそれは極力避けた方が賢明だと考えた。中高代としておったら、自分のこのもちろん妻であって非常に可愛がっているならば、現在の立場としてはね、やっぱり動揺してやらなきゃならんですよね。
まあ元の夫だから子供もできてるし、まああんたは相当その苦労して子供を養ったっていうね。将来はあの子供でも確かにあんたに対する恩恵というのが高校というのはね、やっぱり一生涯忘れないと私は思います。そして今現在自分が少し犠牲払ってるな。それには黄金木さんが身を引くしかない。自己犠牲を払うことによって世間の同情も集まり、結果としては得することになる。長老たちは黄金木さんをそう説得した。この二人の先生のお話はね、何も法的関係から離れたあなた方三名の間柄がね、摩擦の喧嘩の起こらないようにして丸めてしまうというお話だよ、うん、それだからあんたは財産をあげるとか押しあげるとかということはまかなほら姉さんの発言だったらえ。そして蘭英さんには黄金木さんの老後の費用としてできるだけのものをあげるべきだと言った。お手の送り負担とはあと皆さん社会に仲間だ저가대인가마하는네네부석사람들아아시안사가뭐예자바로고파이마이년간連れ添った夫婦はついに破局を迎えようとしていた。1週間経った。面会人の数はずっと減ったが、時々思いがけない人たちがはるばるやってくる。この日は2人のメイとその友達が十数人も仕事を休んで会いに来てくれた。赤いランタンなみたゆりてみなと上海白いきり。てぶねりぶね大空をしのかととありがとし。いとじきみののスタッフにはいつのみなとにちこにゃらこうにゃんかわいしなのよる。しなのよろよ。みなとわかり。現在の台湾の人々にとってこの曲は植民地時代の最も屈辱的な曲だ。しかし彼にその感覚はわからない。むしろ彼にとってこの曲は懐かしい青春の思い出だ。橋道高欄の楽しい結婚式を明けられて悲しく別れるなろとも夢にも知らない高欄。それあれこうだってあんたは日本人、私はシナチン、なんとこの結婚を親に許すのか。そりゃリコーラン俺に気持ちはよく知ってるじゃねえか。30年間の目もくらむようなこの落差を一体彼はどうやってこれから埋めていくのだろうか。これは最後の戦時の頼り。今日は遠くでラッパーのね。思い出しますか。昭和18年11月、
中村さんは特別志願兵として入隊した。彼が自ら進んで応募したのは当時兵役法が改正され、高砂族でも軍属ではなく正規の日本軍人としての身分を得ることができるようになったからだ。かつて正番と蔑まれたことに対し、軍人として勲功を立てることにより見返してやりたい、皆その意気に燃えた。だから彼らは義勇奉公の精神を素直に受け入れ、禊まで行った。そうすることにより純粋の日本人になろうとしたのだ。一番と思いません。たとえこの目は見えずとも。こうして中村さんの村からは10人の若者が志願兵として応募した。出征の日、駅頭で水杯を交わした時、5ヶ月の身をもだった蘭英さんは言った。生きて帰ってきて。しかし中村さんは、赤ん坊が生まれたら知らせてくれとだけ言い、大きな声で元気で行ってきますと直立不動で敬礼したという。愛の心は青空にたとえこの目は見えずとも。忘れた。ここ私も歌えない、心痛い。いごさんがこいされいよかばさびしさに。10人中7人が死んだという諸隊の特攻切り込み隊。そして30年間の一人ぼっちの生活。寂しい時は大声で軍歌を歌い、一人で笑ったという。東海の小島の磯に知らすまに、我なき濡れて金とたむろ。寂しかったよという一言が諸隊の30年間のすべてを象徴している。心を立ててみたい。戦争の爪痕は直接それに携わった者だけにとどまらない。72歳のこの老人は今働くことだけが救いのように見えた。神はまた言われた。天の下の器は一つところに集まりかわい。この日蘭英さんは生まれて初めて聖書を読んだ。死にたいと叫んだあの夜のことを聞いて、ある人が届けてくれたのだ。中村さんの歓迎が盛大であればあるほど、なんか悲しみが深まっていくようなシーンもございましたが、ずっと今小野田さん川島さんご覧になっておりました。